アルブレヒト・フォン・グレーフェアルブレヒト・フォン・グレーフェはドイツの医学者である。プロイセンにおいてドイツの眼科学の基礎を築いた。ベルリンに生まれた。父親のカール・フェルディナント・グレーフェはワルシャワ出身の外科医でベルリン大学の教授を務めた人物である。ベルリン大学で学び、1847年に医学の博士号を得た。その後、プラハやパリ、ウィーン、 ロンドンで学び、主に眼科学の研究を続けた。プラハでは1848年に眼科学の基礎を築いた一人、フェルディナント・アールトと知り合った。1852年にベルリンに戻り、資格を得て120の病床を持つ個人診療所を開き、治療と研究において国際的な評価を得た。1854年に最初の眼科学の学術師、 アーカイブフィアオフサルモロジーを創刊した。1858年にドイツの科学アカデミーレオポルギーナの会員に選ばれた。1866年にベルリン大学の附属病院者理定の眼科部長に就任した。緑内障などの外科的治療技術を開発した。1万回以上の眼科手術を行ったとされる。42歳で肺結核で死亡した。 眼科手術用のメスは、英語ではフォ、ホングリーフナイフと呼ばれた。バセドー病のグレーフェ長校などに、グレーフェの名前が残されている。息子のカール・アルブレヒト・グレーフェは、バイマル共和世紀のドイツの右翼政党、ドイツ民族自由党の党首などを務めた、政治家となった。ありがとうございます。